鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に、航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過したよ。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようだな。今回は出雲加賀経由、入港について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年1月12日付鹿児島の南日本新聞社が、航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載したよ。森林伐採や造成が進み、作業用らしき未舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型専用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということだったんだ。道東における基地建設が本格的に進められていると伝えているね。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定したんだ。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したぜ。馬毛島は大隅諸島に属し、ロケット発射基地として有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2平方km で周囲 16.5km。島のほとんどが低地で平らな無人島だな。2005年平成17年の国勢調査ではかつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社当時は馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようだね。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の、艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたんだ。その後、2010年平成22年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも、災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案、種子島などにでは地元説明会を開いていたよ。しかし馬毛島では2011年平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生したぜ。そのせいで計画が危ぶまれていたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2プラス2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海事空事用守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけだ。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で建物や施設も増えたため、まるで基地のための町が出現したようだと言っているね。馬毛島の中央部には建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったということだよ。防衛省の計画では基地滑走路は2本、島の北北西から南南東にかけての長さ2450メートルの主滑走路と1830メートルの横風用滑走路なんだ。この2本がくの字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっているんだけど、現時点では全体像はまだ認められないね。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など幹線係留施設の設置が予定されているな。こういった桟橋は現在空母化改修工事が進められている出雲型護衛艦。基準排水量19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸入港を可能にするものだぜ。係留施設として桟橋のほか、防波堤や消波堤なども建設される予定で、馬毛島に大量の物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は沖合1300ムまで伸ばす予定らしい。
馬毛島基地のイメージ図には滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が書かれているよ。他にも基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されているんだ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は横須賀に寄港することになっているみたい。その間、艦載機パイロットは空母から乗り発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍ではパイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているから、平時においてはおおむね年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常であり、訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているんだって。この FCLP は空母が出航する直前に集中して行われていて、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものだが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できるよな。日本での FCLP は当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地にしていたため、横田基地なども併用して実施されていたが、両基地とも市街地が近くにあるため、騒音問題が絶えなかったわけだ。それで1991年平成3年8月からは横須賀から南に遠く離れた小笠原諸島の硫黄島基地で実施されるようになっていたわけだね。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km で、長距離飛行のせいでパイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として、2017年平成29年に空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたわけだ。でもアメリカ軍の経費って日本も分担させられているんだよね。太平洋戦争激戦地だった硫黄島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発だから、その点の不安も理由にされているんだろうね。アメリカ海軍は岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているらしい。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明していて、馬毛島を管轄する種ヶ島の西之表市では2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるみたい。ただし西之表市議会は自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示していて、今後については市長と反対派市議の動きが注目されているだが、種ヶ島島の3市町村のうち、西之表市以外の中種町と南種町では町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているらしい。防衛省は海上航空陸上自衛隊それぞれに馬毛島での訓練を計画し、常に150から200名の隊員を駐在させる予定にしているね。種ヶ島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになり、馬毛島島内には施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は種ヶ島宿舎から定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているんだ。ということは、過疎が進む種ヶ島で1000人近くの若い世代人口が増えることになるから、地元では地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られるな。さらに基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるため、種ヶ島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもあるらしい。反対の声が一部にあるとはいえ、種ヶ島島民の総意としては自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2024年1月25日、防衛省は陸上自衛隊の重要装備品において、旧式化しつつある96式装輪装甲兵員輸送車の後継となる次期装輪装甲車として、これまで発表されていたフィンランドのパトリシア製の装輪装甲車 AMV に加えて、三菱重工業が設計開発した共通戦術装輪車を合わせて選定し、
それらを量産して取得した上で、各部隊に配備する方針が決定されたことを示したよ。この共通戦術装輪車とは、現在陸上自衛隊への配備が進められている装輪8輪の、1ロ式機動戦闘車の車体をベースとする装輪装甲車ファミリーの呼び名で、機動戦闘車としての機能の他に、歩兵戦闘車型、機動迫撃砲型、偵察戦闘型の開発が進められているぜ。今回はそんな陸上自衛隊の共通戦術装輪車の選定が決定した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。当初、共通戦術装輪車の開発について防衛省は、2018年1月に三菱重工業との間で共通戦術装輪車システム設計 A の開発契約を結び、2018年2月には小松製作所とも共通戦術装輪車システム設計 B の開発契約が結ばれていたが、2017年12月26日に共通戦術装輪車システム設計 B の契約を結んでいた小松製作所と防衛省は、試作車の防弾板などでの不具合を理由として開発完了予定時期を2021年以降に延期することを発表した後、2018年6月2日には開発計画が白紙になったと発表されて、7月27日に、正式に装輪装甲車会とも呼ばれた共通戦術装輪車システム設計 B 開発事業の中止が発表されたんだ。そのため98式装輪装甲車の後釜には装甲装輪車会と比較検討されていた、フィンランド製のパトリア AMV が、比較運用試験において三菱製の試作車両よりも優れた性能を示したとして採用が決定され、2023年度防衛予算に次期装甲車の取得費用として26両分136億円が計上されていることから、日本国内の企業によるライセンス生産の道筋も示されていたみたい。2023年8月31日には防衛装備庁が、プロジェクト管理装備品等の現状において、装輪装甲車 AMV の取得数量を派生型も含めて810両を調達することと、その1両あたりの運用期間が20年とされることを発表したよ。そして、2023年9月1日にパトリア社から、日本製鋼所との間でパトリア AMV-XP のライセンス生産契約を締結したことが発表され、同社では防衛省を通して陸上自衛隊に最新の装甲車両を納入するために、日本製鋼所と強力なチームを結成するとの意気込みを示していたな。パトリア AMV-XP は基本型の AMV の改良型で、AMV とはアーモアードモダラービークル装甲モジュラー車両の略称となっているぜ。1995年に、それまでフィンランド軍で運用されていた、6輪の装甲兵員輸送車 XA180 の後継車両として開発が開始され、当初は6輪式と8輪式に加えて10輪式の車両も試作されたんだけど、あと20輪式は製作が中止されて、AMV は8輪タイプが主流となったね。車体の防御力は高く、TNT 火薬 10kg までの爆発力に耐えられるほど、地雷や IED 足跡爆発装置に対する防御能力に優れている他に、車両前面の装甲は、口径 30mm までであれば戦車などの装甲を貫くために開発された双弾筒付き翼安定鉄鋼弾 APFSDS の直撃に耐えることが可能とされているよ。そして、乗員3名の他に、車体後部の向かい合わせの座席が設置されている兵員室22名が搭乗することができ、これは96式装輪装甲兵員輸送車の乗員2名と兵員8名よりも多いぜ。また、機動力が高く、不整地走行における速度と登坂力のみならず、乗員の乗り心地までも高いレベルで両立させているため、兵員の疲労が少ないとされているな。さらには、車体後部の左右に水上航行時用のスクリューを1機ずつ備えており、最大時速 10km の水上航行性能も有しているらしい。そしてこの AMV の最大の特徴は、車体がモジュラー構造で設計されていることにあり、各種の砲塔並走センサー通信システムなどを必要に応じて組み合わせて運用することが可能とされ、これによってほぼ同一の車体構造とパワーパックを搭載する装甲兵員輸送車歩兵戦闘車式通信車、
装甲救急車、戦車、駆逐車、自走迫撃砲、機動砲車両などの派生型を簡単に製造することが可能なことにあるんだ。このことはこれらの様々な軍用車両の製造のコストダウンにつながるほか、整備性の向上にもつながり、戦場における稼働率の向上にも貢献するとされているね。今回発表された共通戦術装輪車はこのパトリシア AMV の構想を参考にしたとされ、すでに実用化され配備が開始されているヒトロク式機動戦闘車をベースに各種車両の開発が進められていて、52口径の 105mm ライフル砲を持つ歩兵の戦闘支援用の戦車とも言えるヒトロク式機動戦闘車と共に運用されることになるというよ。この共通戦術装輪車の車両として開発が進められているのは、歩兵戦闘車型、機動迫撃砲型、偵察戦闘車型の3種の装甲車両だね。歩兵戦闘車型は、8輪の装輪式歩兵戦闘車として運用され、乗員3名が車長砲手操縦手によって運用される他に兵員8名が乗車でき、搭載されている武装はマーク 44-30mm 機関砲とマーク 52-7.62mm チェーンガンだぜ。機動迫撃砲型は、車長操縦手照準手砲手弾薬手の5名が乗車する装輪タイプの自走迫撃砲として運用され、車両後部には 2R2M 迫撃砲を搭載しているな。この 2R2M 迫撃砲とは、フランスのタレス社が開発製造した車両搭載型のライフル付き 120mm 重迫撃砲で、アメリカ海兵隊ではこれをさらに発展させたドラゴンファイアと呼ばれる、すべてにおいて自動化された重迫撃砲システムを運用しているらしい。そして偵察戦闘車型は、車長砲手操縦手監視員接行員の5名によって運用され、武装は歩兵戦闘車型と同じマーク、44-30mm 機関砲とマーク 52-7.62mm チェーンガンで、歩兵戦闘車型では兵員を搭乗させる車体後部にカメラが搭載された監視装置や衛星通信アンテナなどが装備され、陸上自衛隊が現在運用している87式偵察警戒車の後継車両的な扱いになるのではないかと見られているね。防衛省ではこの共通戦術装輪車をその機動性能や火力などについて評価した上で、ヒトロク式機動戦闘車が配備されている即応機動連隊及び偵察戦闘大隊への配備を見込んでいるというんだ。即応機動連隊とは25代以降平成26年度以降における防衛計画の大綱によって新編された連隊で、機動師団機動旅団の霊下部隊として2018年3月27日平成29年度末から編成が開始され、現在は6個連隊が編成されて配備されているね。これまでの連隊は普通科など単一の職種で構成される最大の部隊単位であったが、即応機動連隊はヒトロク式機動戦闘車をはじめとする装輪装甲車などを保有することで、機動力と非輸送性が高められた諸職種部隊でありパッケージ化されていて、有事の際などに必要に応じて諸職種部隊となる普通科部隊とは異なり、平時から諸職種部隊で編成されているため有事の即応性が高いぜ。また、機動迫撃砲型の同じく量産単価は約 8.6 億円とされ、そのライフサイクルコストを約1529億円で計上しており、約100両を取得するようだな。メディアや軍事専門家の中には、同様のコンセプトを持つ2種の装輪装甲車を採用することに対して、共通戦術装輪車に対してさらにコストがかかる AMV の採用は取りやめるべきとの批判的な意見を述べる人もいるよね。しかしながら、共通戦術装輪車は2024年度平成6年度防衛予算で歩兵戦闘車型24両及び、機動迫撃砲型8両の調達を予定しているに過ぎず、まだ量産化されていないことから6個の即応機動連隊への配備が完了するまでには時間がかかり、それでは相応機動連隊が有事の際に役に立たないよな。そのために、すでに量産化され数年で800両以上の調達が可能な AMV をひとまず運用しておきながら、共通戦術装輪車の保有数を増やしていくのは合理的であり、三菱重工業など国内の防衛産業を維持成長させておくことは国防上の最重要課題であり、そのためにも防衛装備品の国産化と、
兵器における最新技術を学べるライセンス生産を並行させていくことも必要だろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。防衛装備庁では2023年8月から、将来の電子戦において有効とされているスタンドオフ電子戦機の開発に着手しているよ。スタンドオフ電子戦機とは、スタンドオフレンジ妨害対象の脅威の対処可能圏外から強力な電波を発信することによって、敵のあらゆる電波を妨害し、レーダー施設などを無力化することによって自衛隊の航空作戦の遂行を支援する航空機のことで、現在の航空自衛隊においては、電子戦訓練用として中型輸送機 EC-1 や、ターボプロップの YS-11EA といった輸送機をベースにした電子戦機を保有し運用しているぜ。今回はそんなスタンドオフ電子戦機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、これらの電子戦機の機体には突き出したコブのようなアンテナフェアリングが複数装着されていて、EC-1 の場合は機首にも装着されているため、カモノハシのくちばしのような異様な外観が特徴となっているね。現時点ではこれらの訓練用電子戦機は埼玉県にある入間基地を拠点として運用されているんだけど、その任務の性格上秘匿性が極めて高く、装備や任務については一切公表されていないんだ。そもそも電子戦機エレクトロニックウォーフェアエアクラフトとは、電子戦を重視して設計装備された航空機のことを指し、その開発には高度な電子情報技術の集積が必要となるため先進国の一部しか保有していないぜ。それらの国の中でもアメリカがその開発と配備において頭が飛び抜けて充実しているのであるが、その理由として考えられるのは、軍事用電子機器の大半が、アメリカ製であることが挙げられていて、自国の軍事的優位を維持するためとされているってわけだ。現在の電子戦は、電子攻撃 EAACM、電子防護 EPECCM、電子戦支援 ESESM の3領域に分けられているが、これらの3領域のうち、電子防護についてはレーダー基地などにおけるソフトウェア的な対策が主となっているよ。そのため、ハードウェアとしての電子戦機は電子攻撃ないし電子戦支援を目的として装備されることが多く、電子攻撃を重視する機体については、電子対抗手段 ECM を主とする電子妨害機と、対電波放射源兵器 ARW を主とする SEAD サプレッションオブエネミーエアーデフェンス的防空網制圧機が存在するんだ。その一方で、電子戦支援を重視する機体については電子偵察機と通称されるが、作戦指揮官のための電子戦支援だけでなく、情報活動の分野に属する SIGINT、シグナルズインテリジェンス通信電磁波信号など、主として傍受を利用した情報活動にも用いられているぜ。その他、味方のレーダーへ意図的に妨害をかけて訓練時の電子戦環境を演出する電子戦訓練機も存在していて、自衛隊が運用しているのはこれらの機体と見られているな。また、電子戦機の大半は航空自衛隊と同様に輸送機などの大型機を改造したものがほとんどであるが、戦闘機の行動に随伴できる電子戦機エスコートジャマーもあって、アメリカでは F-16 ファイティングファルコンをベースとした、F-16CJ や、FA-18 スーパーホーネットをベースに開発された EA-18G グラウラーなどを保有しているほか、ロシアもスホイ 24M、スホイ 30M、スホイ34などを保有しているらしい。2022年2月24日から始まったロシアによるウクライナ侵略戦争においても対ドローン対策などにおいて電子戦の重要性が伝わっている中、近年においては電子戦が重視されていることから1000人の電子戦機以外の航空機にも、必要最小限の電子戦用機器が搭載されていることが多いんだ。特に敵の弾道ミサイル発射などを早期に察知する早期警戒管制機 AWACS などは、強力な電子戦能力を備えているとされ、その他にも対戦哨戒機なども電子戦支援が重要視されているね。それ以外の戦闘機などにも、自衛用の ES 装備であるレーダー警報受信機 RWR は概ね搭載されており、ミサイル攻撃から自衛するための ECM 装備である電波妨害装置などにおいても、内蔵型や外装型など様々な機種が開発されて運用されているぜ。
今回防衛省が計画しているのは航空自衛隊で現有している C2 輸送機をベースとした電子戦機で、そのための開発費として2023年度予算において83億円が計上されたよ。そのイメージ図が公表されているんだけど、それを見ると機種に大きなアンテナフェアリングが取り付けられていて、EC-1 と同じようなカモノハシのくちばしを持つ航空機で、この C2 輸送機改良型の電子戦機に搭載される各種装置は、すでに2020年から開発が始まっていて、今後はそれらの実装試験が進むものと見られているね。防衛省ではこの C2 輸送機改良型のスタンドオフ電子戦機を4機調達する予定で、岐阜県各務原市にある航空自衛隊岐阜基地に配備するとしていて、同基地にこれら4機を運用するための専門飛行隊を編成するものと見られているんだ。スタンドオフ電子戦機の母体となる C2 輸送機は、防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁と川崎重工業が、それまでの C1 輸送機の後継機種として開発を進めた機体で、2016年6月から運用が開始されていて、現在まで24機他に試作機2機が配備され22機の製造が予定されているよ。その初舷は乗員3名操縦士2名ロードマスター空中輸送員1名で、その他に補助席に2から5名と貨物室210名を搭乗させることができるぜ。全長 43.9 メートル全高 14.2 メートル翼幅 44.4 メートル翼面積240で、貨物室の大きさは縦 15.65 メートル×幅4メートル×高さ4メートルランプ長 5.5 メートルとされ、主翼は機体上部に装着された高翼機だな。空挙重量69トン有効搭載量32トン 2.5G、36トン 2.25G 基本離陸重量120トン最大離陸重量141トンの搭載能力があり、GE アビエーション CF680C2KHF ターボファンエンジン2機によって、最大速度マッハ 0.82 巡航速度マッハ 0.81 航続距離 9800km 積載0トン、7600km 20トン、5700km 30トン、5300km 32トン、4500km 36トン実用上昇限度13100m、着陸滑走距離2300m最大離陸重量時最短離陸滑走距離 500m の性能を持っているらしい。すでに入間基地に配備されている C2 輸送機の試作2号機を改造した電波情報収集型 RC2 については、現在運用されている4機の IS-11EB 電子測定 ELINT 機の後継機種として開発が進められているもので、これらには防衛装備庁が開発している将来電子測定機搭載システム ALRX が採用されることになるってわけだ。スタンドオフ電子戦機については、事業として達成すべき次の3つの目標、データリンク妨害技術の確立、マルチ電子戦プラットフォーム技術の確立開発コストの低減が挙げられているよ。これまでに先行させていた技術研究関連事業として戦術データリンク妨害用送受信技術の研究、戦闘機搭載型電子妨害装置、JL95ECM 装置、磁気機上電波測定装置などがあり、これらの成果が活用されるものと見られているね。これら電子戦機については、国際的に見ても一般に極めて秘匿度の高い装備品であり、防衛省が目指している性能を満たすことができる海外の先端的同等装備品が導入できるかどうかについては極めて困難であるとされており、それと同時に電磁波領域は近年の戦闘において、戦略戦術面で重要視されていることもあり、防衛省では自前による開発を実施することが決定されたみたい。ただ、3つの目標のうちの開発コストの低減については、その対策として2014年にこれまでの武器輸出3原則から防衛装備移転3原則へ移行したことによって諸外国への売り込みが図られていて、川崎重工業では2016年に C2 の輸出を目指すプロジェクトとして営業や設計に精通するエンジニアら約20人で構成される大型機輸出プロジェクトチームを立ち上げて、諸外国政府の需要調査を進めており、アラブ首長国連邦 UAE や西側諸国ではニュージーランドなど、複数の国が関心を示しているものの、その価格の高さから輸出は難しいというぜ。
政府は UAE を重要な輸出国とみて、同国空軍の要人を招いて試乗させるなどのほか、その UAE は2023年1月、韓国に対して総額300億ドル日本円で約4兆5000億円にも及ぶ投資を行うと発表し、その中に韓国の次世代輸送機 MCX 開発計画が含まれていることが明らかになっているな。このことで UAE が調達コストの高い C2 輸送機の導入を諦め、韓国と MCX を共同開発することでコストを下げようとしているのではないかとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。